福岡県庁で昨日開かれた贈呈式にはメキシコシティオリンピックのマラソンで銀メダルを獲得した君原健二さんやソウルパラリンピックの柔道で金メダルを獲得した石津慎一さんが出席しました。記念碑は地元企業の九州電化と大阪ネームが制作したもので、オリンピック・パラリンピックの県ゆかりのメダリスト93人の名前が刻まれています。この記念碑に自分の名前を刻み込むぞ、そういう素晴らしい選手になりたいという子どもたちがたくさん出てくることを祈っています。福岡県は世界で活躍するアスリートの育成を目指すタレント発掘事業を実施していて、意欲向上につなげたいとコメントしています。